蝶と与橋と筑波山頂と与橋は国道四百八号の利根川に架かる橋である。歩行者が歩ける設計ではなく、また、車道の路肩も極めて狭い。茨城県河内町田川と千葉県成田市流大島結ぶ橋として九百六十八年二月十五日に開通した。全長五百九点六メートル、幅員七点零メートル。千葉県川二十七メートル。 茨城県側284メートルの取付道路は、両県が受け持ち、主要地方道路成田江戸崎線がそれにより貫通した。思考は、汽車製造。町豊橋の管理者は、千葉県知事で、協議により管理費は、千葉、茨城両県で接半としている。かつてから、周辺住民たちは、利根川家橋の必要性を唱え、特に、 茨城県9町佐尾村の村長を中心に運動を展開。茨城県側からは、町佐尾村、金五津村、千葉県側からは、豊住村、勝川町が運動を展開し、家橋建設の機運が高まり、両県にまたがることから、予算調整等の困難を乗り越え、建設へとこぎつけることになる。また、町とよはの名前の由来は、町佐尾村の、長と豊住村の、 豊かに由来する。現在、成田と筑波方面とを結ぶ、基幹道路となっているが、片側1車線通行であり、千葉県側の国道356号と交わる、町と余橋交差点では、右折車による慢性的な交通渋滞が発生している。渋滞を打開するため、上流側の千葉県栄町には各社、大橋有料道路が2006年4月18日に開通した。 しかし、それでも朝夕の通勤時や休日などには、交通渋滞が起こり、抜本的な解決にはなっていなかったが、平成13年度から、茨城県龍ヶ崎土木事務所により、町と与橋の右折車線を増設する交差点改良工事が行われ、2007年7月に完成。渋滞が緩和されている。県道成田江戸崎船長と与橋の管理方法に、 ついての千葉県知事との協議の一部変更、茨城県法第5613号、ピアニッシも 34? ありがとうございます。